さあここもキープ、今度は自ら仕掛けていく、その動きに合わせて走っていく川森、ラストパス決まった、追加点鹿児島ユナイテッド FC、 最後は背番号11番の五稜のシュート。前半から攻守非常にアグレッシブなプレー、ガッツポーズも飛び出します。これで2対0。後半野崎のシュート、そしてここは赤尾、さらには川森、ラストパスを受けて走り込んでいきました五稜。その五稜の動き